昨日学校帰り熱があったあやさん、ね、これがね早引きしずにね学校にいたんですよ。なんでかって言ったらあれだったの、ね、ないはい、今は熱ありません。同じ症状パパと同じ症状なんやって。パパが移しとるんやってあ、はい、もう離れとる。だるいと言うなりパパ。俺の部屋で金も敷いとこうとしてた。ちょっと一枚やろ。あー、ふわー、喉が。そんなこと痛いか。あやはやチャンネル。最初はな、知恵熱かな、ストレスかなとか言ってた。喉痛いって言い始めたで。え、検査キッチンへの鼻なんか持ちるやつ、持つやつ、あ、無理や。あ、こうやってこれ来た。昨日は何やったっけ。授業参観です。ああ、はい、なのでギリギリまで学校にいたんですよね。で、帰ってきて熱があることが分かって、まあ寝てたって感じですかね。で、現在が喉痛いと。あやさんは、ね、喉痛いけど病院行くんか。一応行っとく方がいいと思う。行く行こう。ちょっとでかすぎへん、そのズボン。あ、かんちゃんやっぱ合わへん合わへん。合わないそれ。合わん。明日にしたらズボンは。髪に付き合わん。それだけ、うん、それだけ変えようよ。やだ。昨日ほら、着損ねた服あれやろ。あれ着やん。じゃあさ、あ。何も変わってない。ああ。変わってない。ああ、喉やばい。あれ、これ、病院行きたいの？うん。わかりました。午前中、病院かな、パパ。うん。お買い物はお昼からですかね、パパ。うん。あの、病院帰りに行けばいいよ。病院は何時からか知っとる？病院の前に行けばいい。病院の前、病院何時からか知ってる？うん、10時かな。何時からだろう。1時からどこ。違うよ、3時か1時まで。あ、どこの病院行くん。喉見てもらえるとここ行こうかね。え、地味に周りいっぱい病院あるんだ。地味って何見てもらうの。耳と鼻と。ここは耳、鼻、喉も見てもらえるで。土曜日9時からです。あさ、ねえ、はや、あなたさ、夏服もうないじゃん。夏服。夏服が出たの、これや夏服。ね、あれは着いへんの？あれ。ドラえもん。ああ、あったあったあった。あれ着いへんの？着るよ。寒くないの今それ半袖。寒くはない。見とってすっごい寒そうなんやけど。でさ、夏服をさ、はやのさ、増やさなあかんくってさ。あのまま。あれ？まあめっちゃ痛いなったで。馬鹿言いたい。馬鹿言いきたいの？耳大丈夫？馬鹿痛いって。馬鹿言いきたいって言った。馬鹿痛いって言って。馬鹿言いきたいって言って。馬鹿痛いって。マヨラーと食べへんの？一緒に食べるものがない。昨日さ、友達と LINE してさ、教室来てくれとった友達でさ、私、家帰ってさ、熱上がったらさ、8度3分やったーって、やばっ私、8度3分だから4時間も授業受けとったんやけど、やば、もさすぎーってでも、すごくない？頑張ったんだよな、8度リュウがさ、顔色悪、先生がさ、顔色悪かったって言っとったでさ。でもさ、先生どこで気づいたの？いや、ほら、え、うちが買ったの。友達が、本当に保健室行かなくて大丈夫って言った時に、はぁって思ってあった。そうや、カノさん納豆食べへんな。カノさん納豆食べんな。うん、前食べた。食べてくれていいんだよ。だってさ、まずそうに見える。まずそうに見える。だってさ、これ花、花いる？中に、うん、いいって、置いといて。使うっていいや
カノさんはなめこ派やもん。あやは何を作ればいい？何を作ってくれるの？コーンスープ。あ！コーンをね、買ってきてすりつぶすとこから作ってくれる。なわけないやママ、プッチンプリン買って。3個のあのやつ。やだ。普通のプリン。やだ。なんでプッチンプリンなの？あ、プッチンプリン生産中止や今。え？なんで？じゃあ買ってきて食べなかな。うん。ああ、5月中旬まで食べれんて。で、いるものはないの？100均欲しいな。100均は買えへんやろ。どんだけお金やっても買え。買えへんやろ。株ごと買うのかよ。あ、いや、な、株買えば解決するよ、株買えば。株買っても100均買えへん。ね。いかに自分が可愛く映る角度。ああ、すごい。わあさ、喉痛いって言っとる子がさ、パッサパッサのパン食べて美味しいの？あの、あれの気分。猫ミームのさ、叫んどる猫わかる？その両手あげて叫んどるやつ。あれの気分。おどっちだよ、これ飯食えん。食べとるやん、パン。え、パンええうるさいって。待って、お父さんにボール振られとる。肩込んでんだよ、見えねえだから。危ねえな。喉と喉の仕事が。マジで、マジで、いた。いた、じゃ言わせてもらってもいい。痛い痛い、いじめられた。すいません、病院行くって言ったんですけど、今何やってるんですか？センサー外してます。何のセンサー？お天気センサー。雲を作る。余裕そうやね、あやさん。いや、なって今さっとね。小児科じゃなくていいの？一番いいの。知らん。熱ないんやね。なかったやんか。あ、そう、なかったけど、上がってきた。頭が痛くなってからは上がってきたって測った？うん。じゃあ、あやさん連れて行ってきますんで、他の子はゆっくりしといてください。はい。病院から帰ってきました。薬ね、もう飲んでくださいってことだったので、今これ飲んでもらいましょう。はい。なんと、あやさん、人生初カプセルの薬です。もう飲んでくださいって言われた。やばい、すごい、感動する。見せて。もう、粒の薬ですよ。はい。めっちゃ、なんか痛そう。飲み込むの痛そう。痛い。まあ、そんだけ喉パンパンだったら痛いでしょうね。どうする？カプセルって苦い？うん、味しない。味しないけど、さっと飲まんと張り付いたりとか喉にかかる。え、味って味ない？あの、これさ、あれ、このさ、薬横にかかったら終わるね。終わりよ。あー、そう、見たらダメ。何をやるのにもチャリーンと時間がかかるんです。やばっ。え、じゃあもうご飯最後にしたい方がいいぐらいじゃない？いや、男の子我慢できる。知らん、我慢しろよ。我慢できる。女の子はいけるかもしれんけど、男の子は無理かもしれん。なんなの、もうさ、あれでいいんじゃない？ダンスそこら辺で立ち食いで我慢させてもいいんじゃない？ほっ。ほっじゃなくて、ちょ、大きいの願いってん。ほっ。ほっ。今日そぼろ丼やってん。今日米食えへんって言ったやもんね。あんなパサパサのパン食べといて、朝から痛かったの？朝からパッツパッツのパン食べて喜んどったのに。美味しかったって。あーあーあーもう海苔いらないの？もう海苔いる？もういらん？もうしたい。ね、聞いていい？喉痛くてさ困るって言ってたのにさ、誰そのパッサパッサのパン食べんな、また食べとんの？喉痛いけど美味しいもん。いや、美味しいの分かるけどさ、食わな食われる。あ、それも分かるよ、もう数がないっていうの分かるけどさ、ご飯前だよ。うん、昨日、喉痛くてご飯食べれんかったって言ってさ、ほぼ2食食べてない子がさ、今食べたらどうなるか分かる？どうなの？ああ、今日は栄養もらえんかったな。なんか、めっちゃ栄養入ってくる、めっちゃ栄養入ってくる、取り込めじゃないの？大丈夫？